はい、磯村です。今日お話しするのは納豆についてです。まあ、実際ねどういう栄養が入っててどういうふうにね体に効いていくのかっていう点とですね、おすすめの食べ方を紹介しようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずね栄養面なんですけど、まず1点目、これはね女性ホルモンにね、似た働きをするので有名な大豆イソフラボンですね。これやっぱりね大豆から作られてますので、納豆はですので大豆イソフラボンがとても豊富に含まれてるんですよね。でそれによって骨を丈夫にする作用があったりとか、あとはですねお肌をきれいにするような効果が期待できます。はい、じゃあ2個目はタンパク質です。豆類なんでね、植物性のタンパク質っていうのがものすごい豊富に含まれています。ですので、これもまた肌にとってとても良いと言えると思います。はい。で、3つ目は血液をサラサラにする効果ですね。これ、納豆キナーゼっていうね、納豆特有のですね、酵素が入ってまして、これによってですね、血液をサラサラにする効果があります。はい、ということでやっぱりね皆さんね納豆ってとても体にね良いと聞くと思うんですけれども、もう日本がね誇るスーパーフードですので、ぜひね食べてほしいなと思います。ただね1点ね皆さんね多分心配されてる点というかね、気になるなって思ってらっしゃる点がねあるかなって思うんですよ。それは何かと言いますと匂いの点だと思うんですよね。ですのでこのね匂いをどうしたらねこう気にせず食べれるのかっていうポイントを最後ねご紹介したいと思うんですけども、匂いの成分っていうのはですね、実はアルカリ性の物質なんですよね。ですので酸性の物質と混ぜて食べることによって中和されてですね、匂いっていうのが軽減するっていう効果が期待できます。じゃあね実際ね酸性のものってね食材として何があるかと言いますと、おすすめはポン酢ですね。醤油よりもポン酢の方が酸性度が強いので、その中和させる力っていうのはものすごい強いんですね。ですのでポン酢と一緒にね食べてあげると、まあ柚子のね風味とかもしてより良いんじゃないかと思います。ということで今後美容とダイエットの話していきますので、ぜひこの動画のいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。